はい、こんにちは、中井貴の藤川です。今日もですね、ちょっと介護のニュースではないんですけど、処遇改善についての動画を撮っていきたいと思ってます。今日はですね、実際に、私藤川がですね、処遇改善計画書を作ってみましたんで、まあ言ったら書き方とかになってくるとですね、ちょっと難しいからなかなか説明しきらんので、書いてみてどうやったかぐらいの話を皆さんにお届けできたら嬉しいかなと思ってますんで、ファッと聞いていただけたら嬉しいなと思っております。それではどうぞ。はい、ということで、今日は処遇改善の、話ですね。もういよいよ処遇改善のね、申請が始まりました。今日ね、動画撮ってるの4月1日なんですよ。で、4月15日までに作らんとあかんということで、で、大阪府が出たのがですね、27日やったかな。キワキワですよね。ほんまにスケジュールがかなり厳しくて、もう今週末なかなか休むこともできずにですね、この処遇改善の書類とにらめっこしておりました。報酬改定の処遇改善の項目、少しかいつまんで話をするとですね、今まで、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算って3つに分かれたものが、ガチャンって合体して1つになるわけですよね。介護職員等処遇改善加算ということで、今回そういうふうに一つになります。で、これ一つになる、状況になるのがですね、今年の一応4月からなったんですけど、具体的な処理が間に合わないということで、本当言うとですね、4月からやらないといけないのがですね、6月からの施行になってます。6月から開始という形になります。一つにガチャンとした。その間の4月と5月に関しては、この、さっき言った介護職員と処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップと支援加算を2ヶ月間は継続してくださいねっていう感じになりますよね。で、これがまず一つです。新しい処遇改善加算が6月から始まりますよということで。で、もう一つがですね、処遇改善支援補助金というものがありまして、これは、実際に、国のね、岸田政権がまたね、去年ややこしいことを言ってたんですけど、介護職員さんの基本給を上げますみたいなんで言ってて、で、結局なんか、吸ったもんだの末に、なんか月額6000円程度上げますよっていう感じで決まったらしいんですよ。で、それがですね、2月から施行しますって言っちゃったんですよね。報酬改定が4月で、処遇改善の更新が6月なのに、なぜか2月って言っちゃったもんだから、2月から、5月までの間のこの4ヶ月間、2、3、4、5の4ヶ月間に関しては、処遇改善支援補助金というもので、提供することになってます。これもですね、めちゃくちゃややこしい書類を、15日までに書かないとあかんのですけど、1個だけお伝えしておきますと、株式会社長生きは申請しません。これだけ皆さんにお伝えしておきます。なぜ申請しないかっていうことに関してはですね、ちょっとやっぱこのチャンネル見ていただいている方もたくさんいらっしゃるので、なかなか、お伝えできないんですけど、経営判断として申請しませんという形になってまして、今日の動画は処遇改善加算についての、計画書の作成をしてみたという内容でお伝えをしていきたいと思ってます。ちょっとね、細かな書き方については動画の概要欄にホームページ、厚生労働省のホームページに載せておきますので、そこから皆さんで見ていただけたらと思ってます。書き方なかなかお伝えできるほど僕ちょっとわかんない中で自分で作ったんですけど、まあ、感想的な話と、で、今後の目測みたいなところにはなるんですけど、書き方自体は、かなりややこしかったっていうのが僕の感想です。なんでややこしかったかっていうと、今年の、4月と5月の分が、まず書かないといけないと。で、6月以降に関してもまた作らんとあかんというところなんですよね。で、それが、うちの事業所で、株式会社長生きで7事業所を運営してますので、それについて、介護保険、総合事業、障害、この3つやってるわけなんで、それぞれについて書類が必要なので、まあ全部で100枚ぐらい作らなあかんのですけど、かなりややこしい書類をたくさん揃えて、しかも、送り方もみんな違うということで、かなりややこしいです。煩雑な作業で。で、作ってみて分かったことなんですけれども、結構ですね、今年に関しては曖昧にしてくれてる項目が結構ありました。
例えばどういうことかというと、月額賃金改善要件の1っていうやつなんですけど、まあ新加算の一番低い金額の半分ぐらいの金額っていうか、まあ少なからず皆さんに毎月支給の手当で出してくださいねっていうのが新しくできた月額賃金改善加算なんですけど、これは来年度以降で OK っていう形になってました。でその他もですね、キャリアパス要件ですね、職位職責とか、あと給与体系とかを定める、これも今年できてない人は来年以降で OK という形になってました。あと、キャリアパス要件の2の研修とか、勉強ですね、資格取得とか、こういったところに関しても今年できてない事業所は来年以降で OK という、こういうちょっと曖昧な措置というか緩和措置が出られてましたね。まあその他いろいろと来年でも OK って言われてることが多いってことなんですよね。これ注目しないといけないところなんで、これは、なんでそうなってるかっていうと、急に変わったもんですから、法律が皆さんなかなか適用できないんですけど、今回処遇改善加算を上げるにあたって結構訪問介護とか落としましたよね、報酬をね。それによって皆さんが処遇改善の一番高い位置が取れるようにっていうところで、結構配慮した計画書の作成になってるかなと思いました。ただ、細かなところで言うと、キャリアパス要件の中で、介護福祉士の、割合をですね、一定数にしないといけないと。これの、それの証拠がですね、特定事業所加算とか、その他の加算を取らないと証明したことにならないとか、結構細かなところを読み込んでいくと、ややこしいことはいっぱいあったんですけれども、まあ、取得できる事業所は今までよりも多くなるのかなっていう感想はあります。ですので、今回6月以降のところに関しては結構緩和措置ありますので、皆さんできるだけ書類を作ってみると結構よくわかりますんで、作りながらですね、できるだけ処遇改善1が取れるようにしていってほしいなと思います。特に訪問介護の事業所は今回 3% 売上が下がってますので、処遇改善加算でしっかり補って、従業員さんたちの給料をしっかり払えるようにっていうのをね、していってほしいなと思ってます。で、最後にですね、うちの会社の話なんですけど、そういう処遇改善の、加算も含め、処遇改善交付金のことも含めてなんですけれども、今一つ言えることっていうのは、介護保険が大きな流れの一つになってきてて、どういうことかというと、読み解いて理解して、攻めの姿勢で情報を取りに行かないと、なかなか皆さん下ろしてくれる時代ではなくなってくるっていうことですね。今後この加算というものに関して、訪問介護もそうですけど、ケアマネージャーもそう、施設もそう、どんどん複雑になっていって、どんどんややこしくなってきます。で、これはひとえに国の目指している方向性の暗示やと思ってるんですけども、国がやっていきたいのは、しっかりそこを法律を読み解いて、コンプライアンスをしっかり守れる事業所に多角的に経営をしていってほしいという形になっているので、なかなか読んでもわからないから申請やめとこうっていう事業所が今後生き残りっていうのはだんだん厳しくなっていくっていうことになると思いますので、わからないことはですね、確実に理解ができるまで厚生労働省であるとか各行政であるとかに電話をかけたり、実際に出向いたりしてですね、確認をしていただいて、少しでもその加算の情報を手に入れてですね、取得できるようにしていかないと、どんどん先細りになっていくっていうことは見えてますので、そういったところでまた皆さんにお伝えできる情報が入ってきたらですね、このチャンネルでもお伝えしたいなと思ってます。今日のまとめで言うと、今回私たちは支援補助金は申請しませんよということと、計画書を出しました。結構簡単にできてたので、皆さん1を狙って出してみていたはいかがかなと思っております。こんな感じで新しい情報が入り次第また皆さんにお届けしますので、興味のある方はですね、チャンネル登録をしてまたお待ちいただけたらと思います。あと、この動画が良かった方は高評価をよろしくお願いします。あと、うちの会社ではですね、従業員をまた募集してますので、動画概要欄のホームページからぜひ応募していただけましたらと思っております。そんな感じで終わらせていただきます。皆さんの明日が幸せでありますように。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。